よ、新庄くんだよ。今日はザンギエフ対策をしていくよ。ザンギエフはコマ投げを持った投げキャラで、波動拳に対しても強い技を持ってるから、竜はじりじりした戦いになるよ。あと、ザンギエフ戦ではやっちゃいけないことがいくつかあって、竜は我慢しなくちゃいけない組み合わせだよ。まあ、対策紹介していくよ。ザンギエフはスクリューパイルドライバーっていうコマ投げを持ってるんだけど、強化 EX だと攻めがループして強いよ。でも届く距離が短いからリーチの長い弱スクリューを使うことが多いよ。でも弱スクリューだとその後の状況があんまり良くなくて、コマ投げした後にザンギが前捨てしても竜がプラス3有利だよ。前捨てしてくる人には技を置いて止めようね。ね。ザンギエフの中パンチの牽制が強いよ。こんな感じで、技が潰されちゃったり、波動拳が潰されちゃうよ。この中パンチの対策なんだけど、まず、ちょっと下がって波動拳を打つよ。置き台パンチもクナカン取れていいよ。地上戦が得意な人なら台足で差し返しもありだよね。ね。ザンギエフのジャンプ中継が下に長くて強いんだけど、こんな感じで早出ししてくるよ。思わずガードしちゃうと、コマ投げ食らっちゃうこともあるんだけど、実は高めでガードしたら竜が有利フレームなんだよね。ね。だから高めでガードしたら小技で暴れた方がいいよ。でも相手が CA 持ってたら食らっちゃうから気をつけようね。ね。小技暴れの手元だよ。参考にしてね。ね。ザンギエフの V スキルがアーマーついててめんどくさいよ。こんな感じで攻撃を受け止められるよ。上手い人ならアッパカで、こっちの通常技に対してこんな感じで使ってくるよ。これの対策なんだけど、まず、V スキル読んだら投げるよ。思い切って前ジャンプしてもいいよ。弱形、X 竜巻も多分いいよ。好きなやつを使ってね。ね。V スキル対策の手元だよ。投げ。前ジャンプ。EX 竜巻。ザンギエフの大パンチが強いよ。トリガーが溜まるとザンギエフはこの技を振りたくなるんだけど、リーチが長くて溜めるとアーマーがつくよ。でも暗い判定が結構前に出てるから、こんな感じで差し返すのがおすすめだよ。CA あったらこんなこともできちゃうよ。みんなも大パンチにお仕置きしようね。ね。大
パンチ対策の手元だよ。次にトリガー発動された時の対策だよ。残機のトリガー生発動がめんどくさいから対策したいよ。まず距離によっておすすめの行動があるよ。中間距離だと発動見てから前ジャンプが確定だよ。近い距離でも前ジャンプ攻撃が入るよ。けどジャンプ攻撃が遅いとぐるぐるに巻き込まれちゃう。近場なら外径でクラサンコンボもいいよ。大竜巻ならどの距離にいても確定で入るからおすすめだよ。どれもでしっかり対策しようね。ね。あと、もしかしたら、残機のトリガーぐるぐるに対して、ギリミが使えるかもしれないんだけど、こんな感じで、イリミ、お前やれんのか？次に残機戦でやっちゃダメなことがあって、これをやっちゃうと残機戦の勝率が下がっちゃうよ。その1、残機のトリガーが溜まってるのに、波動拳を打っちゃダメだよ。残機のトリガーは波動拳に対してすごく強いから、トリガーを食らうと、一気に負け展開になっちゃうよ。波動拳の代わりに立ち中継とか中足先端当てを狙っていくのがおすすめだよ。波動拳は控えようね。ね。その2、残機が CA 持ってる時は置き攻めしちゃダメだよ。残機の CA は強い投げ技だから技を重ねても投げられちゃうよ。しかも結構ダメージもらっちゃうから、試合展開がひっくり返っちゃうよ。垂直ジャンプとかバックジャンプで避けられるんだけど、残機側も読んでたらこんな感じで対策してくるよ。そもそも、こっちが不利になる読み合いを仕掛ける必要がないよ。置き攻めは使えようね。ね。その3、画面端が近くなってきたのに端から逃げないのはダメだよ。格闘ゲームは自分が画面端にいる時間が長いほど試合の勝率が下がるよ。だから早めに逃げた竜巻で逃げようね。ね。画面をよく見てる人はこんな感じでダブラリで落としてくるよ。でも画面端から脱出できてるから、必要経費だよ。相手の攻撃を V リバしてもいいよ。画面端は地獄だから V リバでライン上げたいよ。最後にザンギエフに対してやっちゃダメなことをまとめるよ。トリガーが溜まってるのに波動を打っちゃダメだよ。残機が CA 持ってる時に置き攻めしちゃダメだよ。画面端が近づいてきたらすぐ逃げようね。ね。新庄くんの YouTube チャンネルでは、こんな感じでいろんなキャラの対策をしてるよ。困ってるキャラがいたらコメント欄で教えてほしいよ。あと、よかったらチャンネル登録よろしくね。ね。それじゃあ新庄くんでした。